はいどうも皆様こんにちは、グリードです。さあちょっと久しぶりの動画になりますね。かなり練習忙しくてなかなか動画上げられなかったんですけど、今日は、CW ベガスの世界大会前のラスト動画ってことで、今日はダークマターを使った試合をお見せしたいと思います。いやね、ついにちま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 進めてたダークマターがね、やっと解除できて、まあ、全部武器ダイヤモンドにしてついに解除しました。まあ、今作は、最初から紫色じゃなくて最初赤色で、連キルするごとに最終的には、BO3 の頃 の紫色のダークマーターになるっていう仕様で、なかなか面白いですね。はい、で僕たちは12月も5日に、アナハイムじゃなくて、CW ベガスに飛びます。ラスベガスですね。開始時間、大会の開始時間は12月の7日なんですけど、日本時間だと12月の8日かな、土曜日の本当夜中とかになると思います。まあ3時とか4時とか。まあ、CW ベガスについてのすごい詳細は前の動画で話したんで、まあ、詳しくはそっち見た方が分かりやすいのかなと思うんですけど、今回はね、実は前回の CW アナハイムとはちょっと違って、僕たち、まあ、前回オープンブラケット出て、まあ、今回もオープンの方から出るんだけども、僕たちはこう CWL のあのジャパンクオリファイっていう大会を優勝したんで、日本代表として行くんで、ちょっと多分トーナメントが、ね、シード取れてると思うんですよね。前回はもういきなりもうオープンの中の超トッププロチームと当たって、まあ、コテンパに負けて、でルーザーズ一気に落とされてっていう感じだったんですけど、まあ、今回はもしかしたら多分シードが取れてて、いきなり、まあ、アメリカチームどこもめっちゃ強いんだけど、いきなりこう超トッププロチームと当たるってことはもしかしたらないのかなと思います。まあね、だからといっても油断もできないし、というかもうそこそこなんで、アマチュアチームでもクソ強いから、まあ本当にもう全部倒すつもりでいきたいんですけど、前回はルーザーズの3回戦かなで、惜しくすごい接戦で負けちゃって、本当悔しかったんで、今回も本当に前回よりも、勝つことと、本当ただアメリカ行ってやっぱアメリカ強かったなで終わりたくないんで、絶対何かこうね爪痕残したいですね。そんな感じで、日本時間は12月8日の多分夜中ぐらいからですね、応援ぜひよろしくお願いします。現地の配信についてなんですけど、オープンの試合はこんな感じのもう会場でやるんですよ。もう一気に何十チームが一斉にやるんで、もちろん配信環境もなくて結構もう雑すごい雑で、もう煽り合いとかもすごいし、もう何でもありな世界なんで、配信とかもないんですよね。前回はちょっと携帯とかでこう YouTube で生配信したんだけど、すごい画質悪かったし、なかなか今回はそれ難しいかなと思ってて、もしかしたら撮影班は動画で撮るかもしれません。で試合結果とかは、Twitter で報告すると僕たちが思うので、まあ、最新情報は Twitter でって感じですね。まあ、現地の様子とかはなるべく僕も、まあ、今回も選手だからあんまり撮れないかもしれないんですけど、 Vlog とかね頑張って撮って、まあ試合の雰囲気とかもねお伝えできたらなと思います。はい、というわけで試合の方なんだけど、まあ語るものはないかなっていう試合なんですけど、まあすっごい逆転試合をした試合なので、もう、まあ、プレイだけでもすごい見応えはあると思うので、まあそんなにはあとは喋らずいこうかなと思います。でこれを撮ってるのは4日なんで、もう明日すぐアメリカに、行くので、今日はちょっと休んで、大会に備えたいと思います。本当時差とかね、すごい大変なんで、なるべくこう体をね、合わせないといけないので、皆さんぜひ、アナハイムね、アナハイムじゃない。なんでアナハイムって出ちゃうんだろうな。アナハイムは6月にあってですね、今回はラスベガス、CW ベガスですね。ぜひ、よろしくお願いします。今回ね、日本チームはあとそのプロ対抗戦優勝チームとして、リバレントバーテックスが出るので、ぜひそちらもね応援よろしくお願いします。結構最近もよく一緒に交流戦とかね配信とかしてる、かなりいいチームなので、そちらもねぜひ応援してあげてください。というわけで、お疲れ様でした。よかったら高評価お願いします。UAV detected. This'll knock us on the stage.
Let's go on.
Drinking too